じゃあコミットの話については一つ取ってということで、ワンウィーク設定は解決するところ、解決するというか、うん、何が今2泊で出てるっていう、うん、一覧みたいなのがあれば、うん、他に話なんですけど、はいはい、あの2泊設定のやつ画面印刷して貼り出せば、スルーしたにしてないですよ。それを出して、うん、この日にこれはワンウィークにしましたみたいなのが分かるようにしてほしいな、うん、ワンウィークしたって分かった方がいいと、うんうん、なんか2泊設定のこれっていうのを覚えて、ワンウィークになったらまあ通せば分かるし、シグメンテで分かるって、まあ、そこはいいんじゃないなって。だからま、うん、2泊のやつだけが どうなるね、入荷カレンダーとかに書いてたらと、入荷した時に2泊にするわけやろ、要は。あ、旧作もってことか、新作のかね、2泊で最初新作で入ってきた時に2泊で出して、うん、売り場に出すじゃないですか、うんうん、だからその入荷処理したスタッフはこれが2泊って言ってるけど、うんうん、他のスタッフからしたら何が200で出てくるかっていう、課題はワンウィークになってないことが多いから機械ロスがあるということです ね、 だからね。じゃあそのワンウィークを判断する、要は日が必要ないのよと、タイミングが、うん、どれが2泊か7泊かというよりは、そのいつどのタイミングで何を使ってワンウィークチェックするか、誰がチェックするかっていう、それ一つなんかこう作っとけば仕組みを、そしたら解決するんじゃないかな。まあ一つは週末かサービスデー後で基準は1回転してるかしてないか、なるでしょう。 1.5 回転のやつはワンウィークにしますか。